クロロベンジリデンマロノニトリルとは、催涙ガスの一種で、暴動鎮圧等に使用されている。化合物名は、クロロベンザルマロノニトリルとも呼ばれる。1928年に、アメリカ合衆国のベン・コーソンとロジャース・トートンによって、開発された。開発者二人の生の最初の文字を取って、CS ガスと命名された。散布時は、水溶液にしたものを噴霧する。速性があり、 皮膚や目、粘膜等から侵入する。灼熱感や血膜の充血、微重、涙の流出等の症状が出るが、持久性は低い。通常、曝露後、数分から数十分で回復するが、遅延性の後半が出現する場合があり、重篤になると数週間皮膚障害が残る、可能性がある。過水分解しやすく、アルカリ存在下で分解が加速されるため、 石鹸等で洗うと無毒化できる。ニトリルを含むため、一般向けには販売されていない。2、クロロベンズアルデヒドとマロのニトリルを原料として、ピペリジンを触媒に加え、クネーフェナーゲル縮合によって製造される。ありがとうございます。